Hey guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Algonquin TV. Some English learners are wondering, what's the difference between I look forward to it and I am looking forward to it? In this video, I'm going to talk about it. ということで今日はですね、I am looking forward to it の表現についてお話をさせていただきたいと思います。この沖縄 TV は日本人英会話講師ならではの英会話学習の方法、発音の方法、そしてネイティブでは答えられない M 本についての動画をたくさん上げております。ぜひチャンネル登録していただいて他のレッスンもご覧ください。それでは Let's get started! はい、それでは今日の表現ですね。Looking forward to です。これ結構皆さんご存知の何々を楽しみにしているという表現ですね。文法的なことを説明すると、to の後は名詞になります。I look forward to the party ですね。Look forward to the party 名詞になります。ですので、この後に動詞の原形を置くことはできません。その場合は ing の形に変えないといけないんですね。Looking forward to going to the party.Looking forward to seeing you. このように ing をつけて動詞を変化させます。これは結構ですね、トイックとかの問題にもなりますね。発音なんですけども、forward to ではありません。forward d で止めます。そして t で出します。d の音は出さなくていいですけど、止めるんですね。forward to ですね。look forward to 何々。look forward to じゃないです。look forward to 何々。このように発音してください。よく聞かれるのがですね、I look forward to と I am looking forward to どう違いますかということなんですけども、このフレーズですね、よく E メールの最後に書かれたりすると思います。で、丁寧さから言うと、I look forward to が一番丁寧です。で、次に I を抜けて、look forward to。I am looking forward to。looking forward to。という順番でこうカジュアルさがこう増えてくるかなっていう気がしますね。口語ではですね、言い方次第でカジュアルになったりフォーマルになったりしますが、表現自体が失礼なものではないので、どれを使っても問題はないと思います。例えば、Let's go shopping. It's cool. Look for it. Great. I'm looking for it. どれを使ってもいいと思います。他にも楽しみだというには、Can't wait という表現があります。Oh, I can't wait. 本当に楽しみ。これは口からポンと出てきた感じしますね。Looking forward っていうのは相手に対してリスポンス、こう返答なんかによく使われます。でも Can't wait はなんかもう楽しみがこう思わず口から出ちゃった感じが出てよく使われる表現ですね。I can't wait. で、例えばあなたに会うのが I can't wait to see you ですね。To see you。ここの to の後は不定詞になりますので I can't wait to see you。ものだったら I can't wait for the party。for をつけて the party になります。他にも I'm so excited. I'm really excited. 本当にワクワクしてる。こういう表現もあります。これで楽しみだということになりますね。で、ここで注目していただきたいのは excited の前に so をつけて really をつけるということですね。漢字を表す形容詞の前に副詞をつけるのは口語ではよくあることです。というかですね、日本人はつけなすぎるっていうふうに、外国人のネイティブの先生がおっしゃってましたね。I'm so sad. I'm really tired. このようにですね、形容詞の前に so とか really とか very でもいいです。入れてですね、強調させるんですね。これが口語的です。逆にないと、ちょっとロボット的な感じしますね。I'm excited とか、I'm tired よりも I'm so tired. I'm really excited. こっちの方がですね、感情が入っているので、口語ではですね、なるべくこの副詞を入れる癖をつけてください。はい、ということで今日はですね、短い動画ですけども、Looking forward のことについて説明させていただきました。よかったなと思われる方、いいねをよろしくお願いします。それでは、See you! チャチャ